教習車教習車とは、自動車教習に使われる自動車、オートバイのこと。教習車には、公安委員会指定自動車教習所の指導員が、教習を円滑に行えるよう様々な機器装置や保護装置が装備されている。運転免許試験上の技能試験に用いられる。試験者は、教習車と構造は同一であるが、日本での試験者は、道路交通法施行規則に基づく、警察庁の 運転免許技能試験実施基準における車両基準により車種、車体の寸法、自動二輪車についてはこれらに加えて排気量などが細かく規定されており、規定を満たさない車両を試験に用いることはできない特殊用途自動車のうち路上試験車。なお、指定自動車教習所の卒業検定、修了検定に使われる車両もこの規定が準拠となる。 助手席足元に補助ブレーキペダル、インストゥルメントパネル周りに方向指示器、ブレーキランプに連動するランプと運転席側からは見えないデジタル式速度計、ミラーは車内にリュームミラーがもう一つ、フェンダーミラーやドアミラー上部にはアウトサイドミラーという指導員、検定員用のミラーが付く。日本では指定自動車教習所で使用される補助ブレーキペダルが装備されている車両は、 特殊用途自動車として扱われ、ナンバープレートは8ナンバーとなる。教習所によっては、仮免許練習中の表示を付けたままにしているところと、書内教習中は付けないで、路上教習の際に限りホルダーに表示板を入れるところがある。また、路上検定中は、仮免許練習標識ではなく路上検定の標識を付ける。自動車検査証記載の車体の形状欄は、 路上試験者もしくは教習者となり、修了検定、卒業検定の際は、路上試験者のみ用いられる。これらの車両の登録には運転免許試験場、または、公安委員会の指定した、機関、団体であるものを証明することが必要であり、いわゆる、自家用の乗用車として登録するには8ナンバーでは、なくなる。また、県員免許教習のための教習セミトレーラも、 車体の形状として定義されているが、牽員勉強の取得においては、路上試験は不要であることから、この登録をなされた自動車は存在しないものと考えられる。指導員が同乗できないため、外から操作、前、5ブレーキ、ギアポジション、車速などの状態をわかるようにするためのランプ、点灯が多いことから、大型エンジンガードや、 マフラーガードの装備、出力を制限させた、原動機の使用などが挙げられる。なお、日本ではオートバイに仮運転免許制度がなく、公道の路上走行はできない、所内試験に合格すれば、卒業で適正検査、学科試験受験となる。四輪自動車免許保持者なら、卒業証明書、発行から一年以内のものと申請書と手数料、収入証紙を、 運転免許試験場に提出し、適正検査に合格すれば、新しい運転免許証が即日交付されるため、ナンバープレートは取り付けられていない。形は4度ダンが主流である。技能試験及び技能検定に使う普通自動車は、道路交通法施行規則第24条により、乗車定員5人以上のもっぱら人を運搬する構造の普通自動車で、 長さが 4400mm 以上、幅が 1690mm 以上、軸距が 2500mm 以上、輪距が 1300mm 以上のものとされている。以上の規格を満たせば、燃料の種類なども問わず、どのような車種を教習車に用いても問題ない。かつては、トヨタクラウン、日産、セドリックグロリアクルー、三菱、 ギャランシグマなどに強襲車モデルが設定されていたが、減少。トヨタコンフォートトヨタカローラアークシをマツダアクセラ程度の選択肢に減少している。2010年代以降、マツダアクセラがトップシェアを取っている。2015年7月には、ホンダグレースにも強襲車モデルが設定された。かつては、フェンダーミラーを装備する車が主流であったが、現在発売されている乗用車では、 ドアミラーが主流であり、そのため最近では教習車も同様にドアミラーが主流である。フェンダーミラーの設定がない教習車用車種もある。同じく駆動方式は後輪駆動が多かったが、市販の乗用車が前輪駆動が主流となっている現在、教習車も前輪駆動車を採用するところが増えている。また、北日本、特に日本海側ではインプレッサジーオニア、 戦術のカローラークシオなどのように4輪駆動、オード 4WD を採用している教習所も少なくない。教習者は燃費の面で有利なディーゼル車や LPG 車が多く使用されてきたが、近年は1800から 2000cc クラスのガソリン車を導入しているところもある。公安委員会指定教習所の教習者は、ガソリン税、揮発油税、軽油引き取り税を免除されている。 ディーゼルエンジンを積む MT 車はガソリンエンジン仕様の車に比べて低回転域での発生トルクが強くウエストしにくいが卒業後にガソリン車に乗ればエンストに戸惑うといったデメリットもある AT 車で教習を行う際はキックダウンなどの教習を行うため多くは4段変速5段変速の車を使用するしかし現在は 通常のトルクコンバータ式オートマチックに加えて CVT の車も普及してを教習用に CVT 車両を使う教習所も出始めている。オーディオ類は省かれているがカーナビやバックモニターカメラをつけている車もある。高速教習については変速操作のミスなどによる事故を防ぐため MT 車で運転免許を取得する場合でも大半の教習所では AT 車を使用する。しかし現在も MT 車を使用し高速教習を行う教習所も若干存在する。エアバッグや ABS、ETC が装備されている場合が多い。また、高速教習には、下記のような高級車が用いられることもある。これは高速道路への本線合流の際には、加速性能に余裕がある車種の方が望ましいといった事情もある。 高速道路に交通規制が生じたり、50キロ抑制が敷かれた場合は、高速走行ではなくなってまう。所在地に高速道路がない、もしくは都内など高速教習が困難な、高速道路しか付近にない場合は、高速教習はドライビングシミュレーターで行われる。一時期、受講者を増やすために、SUV やミニバン、輸入車を使用する自動車教習所も現れた。 高速教習のみそれらを使う教習書もある。輸入車では3シリーズ、C クラスなどが使われる。これらの輸入車はウインカーレバーの位置をハンドルの右側に変更されている。危険予測教習で SUV を使う教習書もある。また、ハイブリッド車や電気自動車増加に伴い、プリウスやリーフを教習車に使う教習書も増えている。近年では、 ペーパードライバー向けの教習コースで、教習者も各家庭の所有者の事情等に合わせバリエーションを幅広く準備している教習所もあり、それらの教習者を高速教習等で利用することもある。二千十八年二月時点で、トヨタ教習車、ホンダグレースマツダアクセラスバルインプレッサー g の四車種がメーカーもしくはメーカー直径の特装会社により教習者仕様が、 作られている。4車種以外は、サードメーカーの部品を利用し、販売店などで改造された車両である。以下に、標準車との違いを明記している。この他にもメーカーが、教習車として発売していないが、教習車として使われる車種もある。2017年3月12日の、準中型自動車免許新設に伴い、技能試験及び技能検定に使用される。 準中型自動車は、道路交通法施行規則第24条により、最大積載量 2000kg 以上の準中型自動車で、長さが 4.4m 以上 4.9m 以下、幅が 1.69m 以上 1.8m 以下、軸距五が 2.5m 以上、臨距メ 1.3m 以上のものとされている。主に、日野デュトロ、イスズエルフが教習車として採用されている。 下記の大型、中型自動車同様に法令により、路上卒業検定などで、他の教習生を乗せるために、ダブルキャブになっている車両を導入することが多い。これまでの旧、大型、第一子免許教習用車両は、イスズフォワード、ヒノレンジャー、ドコンドル、三菱不走ファイターといった、車体長7から7.8メートルクラスのトラックで、教習及び検定が行われていた。 中型ベースの、いわゆる、蔵屯仕様が、2007年6月2日の中型自動車免許新設に伴い、それまでの大型教習車は、中型教習車となり、法令により中型教習車で、路上卒業検定などで他の教習生を乗せるため、ダブルキャブになっている、積載量5トンの新中型教習トラックも新規導入され、荷台にはダミーウェイと重りも積載される。 大型教習車は、椅子ギが、ヒノプロフィア、ドクオン、三菱不走スーパーグレートのような車体長11から12メートルクラスのトラックで、全一軸、五二軸の一軸駆動の、いわゆる、ワンデフ車が使用され、中型同様にダブルキャブ車にダミーウェイトが積載される。これまでの旧、大型、第二支免許教習用車両は、 イスズエルガ LT など9メートルクラスの大型バスや、三菱不走エアロミディ MK など9メートルクラスの中型バスにオーバーフェンダーを装着した車が、教習車となっていったが、中型第二種免許新設に伴い9メートル車は2007年6月から、中型第二種運転免許用の教習車両となった。大型、第二種教習車は11メートルクラスの大型バスに、移行。 一部の自動車教習所では、路線バス、観光バスの中古車を改造した車両も存在する。バス会社によっては、車内の運転手に教習させるため、営業用の車両を一時的に教習車とするケースや、営業運転から完全に離脱させて、専用教習車、この場合は、白ナンバーに登録変更とするケースもある。自衛隊自動車訓練所の教習車用は、 運転免許証を取得していない初心者でも、大型免許が取得できるよう特別の配慮を考慮した、改造を施す観点から専用に製造された73式大型トラックにて教習が割れる。中型免許新設後は、従来の車両での教習は、中型免許となることから特例を申請し、2007年以降は、免許を取得する場合、免許の条件に、 大型車は自衛隊車両に限ると表記されるようになってり、車両そのものの入れ替えはされていない。片っぴ車限定、濃厚車限定でない場合、基本的にホイールローダーもしくはショベルローダー、後輪ソーダもしくは中折れ式で強襲が行われる。フォークリフトで行われる場合も存在する。自衛隊においては73式走行車や74。 式戦車にて教習が行われており、その場合は、カタピラ車限定免許付与となる。全長8から11メートルクラスのセミトレーラーで、教習が行われる。トラクター、トレーラーヘッドに使われる車種は、中型第一種運転免許用に使われる車種と同様である。トレーラー、車種は、平らボディを引っ張っているが、上部にゲート、煽りのついているものと、ついていないものがある。 牽引免許の試験及び検定は、場内だけのため、ナンバーを取得していないものがほとんどである。自衛隊での牽引免許教習では73、指揮型トラックに2.5トントレーラーを牽引した状態で教習が行われている。通常の1トントレーラーでは、福音の関係から交代時のトレーラーの位置が確認しづらい面を考慮。 比較的大型トラックの福音に車服が近い2.5トントレーラーが使用されている。大型、普通ともに耐久性と低速域の扱いやすさから4気筒が主流となっている。大型 MT 車は2008年に最も普及していた CB750 がハイガス規制により販売終了となったため、ハーレーダビッドソン製バイクや2010年に ヤマハが開発した XJR1300 リットル2013年にホンダが開発した NC750 リットルにシフトされるようになり2011年5月より正式に大型 MT の教習車は700から 1300cc となった教習車には自動車販売店と提携し集客と販売を目的とする面もあるが少子化などの影響で 免許取得者数が減少しているため、各メーカーとも試験車両の提供には消極的でる。なお、大型自動二輪車オートマチック限定免許については、主に鈴木が販売しているビッグスクーターで車両の排気量と同じ 650cc までしか乗ることができない。これは導入時に他社に当該車両が存在しなかったことが背景にある。 一部地域の指定自動車教習所で実施している、原付き講習では、市販されている原付きを用いる。限定免許を取得するにあたり、自衛隊車両や、農耕車など教習所や、運転免許試験場で、用意されていない車両での受験を希望する者は、受験者側が警察庁の基準に沿った車両を用意し、公安委員会の確認を得る必要がある。 基本的には教習所での技能教習はなく、路上教習が主である。教習者は407などのセダン型大衆者もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。